店舗株式会社駿河ヤ魚市は、岐阜県高山市に本社を置き、高山市、飛騨市内にスーパーマーケットチェーン、飛騨鉱山フレッシュフーズ駿河屋を展開する企業。岐阜県高山市において鮮魚における鮮度と産地直送を特色とし、地域密着の経営で発展している。関連会社の株式会社飛騨食産が、食品加工、製造を行うことで縦にはない独自ブランドの、 加工食品を提供している。これら独自ブランドの商品は他の地域では購入できない。駿河やアスモ店にはテナントとして医療品専門店ファミーナと100円ショップキャンドゥも存在する。地元高山市の特定非営利法人ソムニードに協賛して植樹森林再生事業を行っている。マイカードという独自のポイントカードを発行している。 このカードは210円につき1ポイント付与される。200ポイント貯まると、ポイント券がもらえ、このポイント券は、駿河屋での商品購入にも使えるが、グリーンスタンプの景品と交換することができる。またこのカードはレジにて、商品購入時に、マイカードのポイントはインドにというと、ポイントは加算されず、ポイント分がインドの植林に当てられる。ありがとうございます。